でここでその流れを分かってもらったのにちょっとね表チャートを作ってみたんだけどね、俺が手書きで作ったからね。でこの直前87年に原田直次郎が帰ってくるんだよ。で原田直次郎が帰ってきた瞬間には洋画家が作品発表する場がなかったんだよ。向こうで最新の絵画を吸収して帰ってきたはずなのに旧派と呼ばれちゃうことになる。しかもこっちの日本画勢の構成がものすごいわけですよ。この1890年にこの絵が描かれた理由も見えてくるんじゃなかろうかと、はい、お大きくなずいたね、はい、がつい本格的な西洋画を学んで1887年に日本に意気揚々と帰ってくるわけですよ、はい、ところがその帰ってきた当時の日本はですね、その欧化政策に対するこの反感から西洋画排斥運動がピークを迎えていたんですよ。でここでその流れを分かってもらったのにちょっとね表をチャートを作ってみたんだけどね、俺が手書きで作ったからね、また字間違ってたら言ってください。明治初期の西洋画と日本画の世界の流れなんだけど、これ西洋画の方は江戸時代にあの例の高橋由一がいた板書調べ書雅楽局があったでしょ。で こっちは割と幕臣、あの江戸幕府の旗本とか御家人の子が多いっていう話はしたと思うんだけど、で明治になってそれを母体にして工部美術学校っていうのができる。工部っていうのは今でいう通産省とかで、それは当時の西洋画っていうのは図面だとかパースだとか記録だとかそういうなんていうか産業上必要なものと思われてたから、その工部省が美術学校を作った。そこに教授に迎えられたのがフォンタネージっていうイタリア人なんだよ。だからここはイタリア色のバリバリの古典美術を学ぶ学校だったんだよ。ところがこの76年にこれを新設した次の年に西南戦争が起きるんだよね。西郷どんが鹿児島で、うん、起こしわけで、これで金がなくなるんだよ明治政府で。神戸美術学校のこのフォンタネージとか、あと彫刻の方はラグーザっていうやっぱりイタリア人雇ってたんだけど、雇いきれんぞみたいな、うん、これになってきて、78年にフォンタネージ帰っちゃうんだよ。でこの時にフォンタネージを慕う生徒、優秀な生徒が大量に辞めちゃうの。でそんなこともありので、この1883年にこの神戸美術学校閉校になっちゃうんだよ。これがもう本当タイミングが悪かったんだよ。だからこれ西南戦争終わって80年ぐらいになってからこれ開いてればよかったんで、ずっと続いたんで。で83年には逆に鹿鳴館ができて、バリバリ西洋化でやってこうよみたいな流れになってるから、ちょうどその世の中がそうなった時にここやめちゃったんだよ。で一方日本画の方はもう江戸時代からの狩野派の流れがあるよね。それで廃仏毀釈とかさ、西洋化が起きてくる中で日本画の伝統を守らんといかんということで、で1874年に龍智会っていうのができるんだよ。これあの忍ばずの池のほとりで結成したから龍智会なんだけどさ、なんだけどこの中でこの中心人物の一人だったフェノロサ、アーネスト・フェノロサね、あのこれも親とい外国人で来てたんだけど、日本美術が素晴らしいっていうことで狩野派に弟子入りまでした。で岡倉天心っていうのがその助手でいたわけですよね。でこの二人がいっぱいまあ仏像を救ったりもしたし、フェノロサが後に館長を務めるボストン美術館にいっぱい美術品を流出させもしたしなんだけど、このフェノロサとか天心の一派が、いやただ昔のままの狩野派だけ描いてるだけじゃダメだろうと、西洋画の要素とかも取り入れていかないと日本画はもう時代に乗り遅れてしまうぞっていうんで、こっから出て漢画会っていうのを作るんだよね。でここのこれをバックアップしたのは文部省なんだよ、今の文部科学省なんだよ。で一方この龍智会、この主級派の方はこれに対して87年日本美術協会っていうのを作るわけで、これはこっちが文部省をつけたからっていうんで、こっちは宮内省をバックにつけるんですよ。でこのこっちのいわゆる日本画の新派だね、日本画新派の漢画会のフェノロサとか天心が89年に東京美術学校を作るわけだ。ところがここに西洋画家はないんだよ。日本画と木工ね、彫刻も木工だけ、それから金工、あの金属工芸、それから漆工、あの漆、
この学科しかないんだよ。それで西洋画の連中は俺たちも何とかしなきゃいけないっていうんで、89年に明治美術会っていうのを作るんだよ。ちょうどこの辺に、この直前87年に原田直次郎が帰ってくるんだよ。で、原田直次郎が帰ってきた瞬間には洋画家が作品発表する場がなかったんだよ。でしょうがないから一時この日本美術協会に入ったりもするんだけど、89年にこの明治美術会ができたからここに所属して活動するようになったんだよね。まあそんな流れなんですよ。ところがですね、1893年に黒田清輝がフランスから帰ってくるんですよ。それで最初は明治美術会に入るんだけど、いやこうイタリア風のねクラシックな古典的な絵ばかりじゃなくてね、もうパリでは印象派が来とるみたいなことで、で洋画の新派として96年に白馬会っていうのを作ってここから独立する。でこの白馬会が東京美術学校の洋画家を作るわけですよ。で明治美術会はその後太平洋画会っていうのになって、でこれは今も太平洋美術会として続いてるのよ。でこの両方の洋画の進派と日本画の進派は今の東京芸術大学じゃない。でこの日本美術協会も今も続いてる。でこの日本美術協会の美術館が上野の森美術館よ。だからこの流れは今も続いてるんですよ。で原田直次はここに帰ってきちゃったもんだから、非常にその中途半端、向こうで最新の絵画を吸収して帰ってきたはずなのに旧派と呼ばれちゃうことになって、しかもこっちの日本画勢の構成がものすごいわけですよ。洋画必要ないみたいな、そんな中で活動しなきゃいけなくなったわけなんですよ。この状況を見れば89年に明治美術会ができて東京美術学校、この1890年にこの絵が描かれた理由も見えてくるんじゃなかろうかと、はい、お大きくなずいたね、はい、どういうことだ。洋画を描いても受け入れてもらえなかないから、うん、日本画っぽく描いた。ああ、それも一つ、うん、あると思う。で実はこの題材を選んだのには理由があって、この漢画界系ね、フェノロサとか天心、この二人が、特にフェノロサがむちゃくちゃ推した画家が狩野芳崖っていう画家なんだよ。でこの人をその東京美術学校日本画科の教授にしようということでこれを作ったんだけど、狩野芳崖この直前に亡くなっちゃうんだよ。でその狩野芳崖が描いた作品、名作と言われているのがこれなんだよ。悲母観音、どうですか。似てます、ね、似てるでしょう、はい、これが要するにフェノロサとか天心が考える西洋画の要素を取り入れた日本画なんだよ。どう思う、西洋画っぽく見える。いや見えないです。でもね、よくよく見るとこの微妙な陰影とか、何よりも空間表現、うん、濃淡による、これやっぱり今までの日本画とは違うんですよ。でこれはもうフェノロサがこれこそ我々が目指す近代の日本画だって言って絶賛した作品なんですよ。でこれはまあ、あの観音様がこれからこう世の中にこう生まれていく子供を見守っているっていうような絵なんだけれども、これはだからこのラインの人が描いた絵じゃないですか、はい、このラインの人がいますよね、はい、このラインの人は伝統的な画題で描くわけですよ。これ誰の作品かというと川辺暁斎なんだよ。で川辺暁斎にもお雇い外国人のパトロンがいて、三菱一号館とか設計した建築家のコンドル、コンドル川辺暁斎に心酔して暁斎の弟子にまでなっているんだけど、暁斎はもういわゆる伝統的な仏画ですよ。でこの木竜に乗ってる観音、これだからコンドルが持ってた作品で なんだよね。日本画旧派の方の川辺暁斎はいやそんな俺だって描けるよ。でちょっとほら意識してさ、こう空間を出そうとしたりしてるんだよね。この竜の尻尾を後ろ薄く描いたりして、そしてちょっと待てと、そんなのは洋画でも表現できちゃいますよっちゅうことでドドーンと、だからまあ日本画旧派、日本画新派、洋画旧派、ほぼ同じ時を同じくして 1,2 年の間にこの3作品が
生まれてるんですよ。で、まあ、特にこの直次郎が直接的に意識したのはこれだわな、この加納芳外の悲母観のですよ、うん、というわけで山田五郎大人の教養講座をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。皆様の暮らしに潤いをというようなことで始められた番組っていうか YouTube らしいんでですね、皆さんの暮らしがちょっとでも潤ったなと、ちょっとでいいですよ、湿度にして 1% ぐらいとでも潤ったなと思われた方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただけると我々の暮らしもちょっと潤うということなんでよろしくお願いいたします。